やあ、刹那圭介だよ。さて、クライマックスの予感がする。ヴァンパイアを追い詰めました。この後の展開、そして自分がヴァンパイアってことを自白したキース。この後の展開は。ん？どうした？昨晩、女性を襲ったのは、僕ですよ。お前の方だったんだ。もう嘘をつくのはそれくらいにしておけ。え？あ、もうなんか嘘つかれまくって俺騙されまくってしょんね。お前と初めて会ったのは朝すでに日の昇っている時間だった。それにキッチンの奥の部屋に雑に隠されていた日記の続き、あれによれば完全にヴァンパイアの血を受け継いだのは片方だけ。嘘？嘘じゃないですよ。昨晩彼女を襲い血を吸ったのは僕だ。飲み込まれるぞ。町の住民や父を襲ったのも僕だ。父親まで全部僕がやった。レイチェルは何もやっていない。ちょっと見た目変わってない？え、フィーナがすごい顔で見てる？なんだ？何その四天王とか言うて マントかぶった四天王みたいな格好しとったよ。この後どんなが出てくるんだろうって、マントを省いたら意外と全然違う体型しとったみたいな感じじゃないね、これ。おお、見た目えらい変わってる。つうか顔のあたりちょっとガスマスクみたいになってますけど。生き返ってないことまで言うもんじゃない。慣れてないならそんなにたくさん嘘をつくもんじゃないぜ、エフィ。やだ、こんな大きくて悲しいの、やだ。じゃあこのまま嘘に飲み込まれて沈んでいくのをお前は待つのか？それも、やだ。お前がやらなきゃ、お前にしかできないことなんだよ。俺も、嘘吐きだからな。もう二度と嘘なんかつけないように食い尽くしてやる。やる。すごいの出てきた。よっしゃ、行くぞ。もう全力で行く。スタンガン。ビリビリ攻撃用法。嘘つきって名前になってる。キースって名前じゃなくて嘘つきって名前なんじゃ。よく見たら隣のやつも小さな嘘プラスってなんだ。プラスって。HP が高いところがいいよね。あとどれくらいで死ぬできないかわかるけん。全体攻撃で小さな嘘を叩いていって、レオは完全に本体狙いでいこう。嘘つきのアタック。あ、そんなに攻撃力は高ない。スタンガン。そこそこ食らっとうように見える。2824、結構食らっとんちゃうこれ。思いのほか結構食らってるね。スタンガン。そして全体砲撃攻撃。よっしゃ、周りのやつ全部倒した。あとは単体攻撃でいける。もうスタンガン、できるだけスタンガン使うんと、こっちも単体攻撃で強いやつがあったらエフィーナが攻めるぞ。なんかある？めちゃくちゃ BGM が悲しいし、こんな事実だったのかっていう FE などの心情を物語るような BGM。 あ、 SP 回復せんのこれ。普通常攻撃じゃ SP 回復せんのか。だからこそのこれだったんじゃ。嘘をついて SP を回復。嘘つきます。これで FE の援護するみたいな感じか。あ、 HP が、あ、やばい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 。スタンガンでいけ。で、回復をエフィーナに頼む。こじゃクッキー。よし、そっち攻撃してくれ。よかった。やな。スタンガンいくぞ。もう一丁回復しておくか。あ、危ない。回復しとってよかった。これは回復しとってよかったパターンや。こじゃクッキーめっちゃ食うよ。戦闘中にめっちゃ食うよ。そうしたらちょっとまずいもんね。よし、回復がだんだんもう結構進んできたんで、大きな嘘をついて、1万回復、あ、SP 回復して、こっちも攻撃し始める。一番強いのにトリプルファイヤーかな、結局の頃。ファイヤー！スタンガン。
ファイヤー、ガンガン、ファイヤー、電撃ビリビリになったのに、ファイヤー、萌え萌えみたいな。ファイヤー、萌え萌えってな。萌え萌えなくなった。よいしょ。三眼普通攻撃。あー、よう見たら一番めっちゃ HP 減ってるやん。気づかんかった。食っとけ。エフィーナも自分の回復とこか。あ、回復とこってよかった。エフィーナも回復とこってよかった。大きな嘘ついて SP 回復で、その間にエフィーナは1万回復。よし。いいぞ。いい感じ。三眼で、回復したんで、トリプルファイヤー。順調に削れてますね。若干ちょ、相手耐久度増えたかもしかして。なんか、底力みたいなもんを見せてきた。ダメージ減ってない？あなるダメージ減ってない？まあ、順調っちゃ順調やけんいいけど。アイテム使って、エフィーナ回復。危ない。もうギリギリの戦いになってきてる。大きな嘘ついて、その間にエフィーナ通常攻撃。よいしょ。よいしょ。レオ、タンガン、エフィーナちょっと、クッキー食う。よいしょ。今、三眼でしたかな。三眼、オッケー。スキル、フリオファイヤー。あ、ダメージ通らんようになってきよんで。底力見せてきよる相手が。あー、1万が。1万、回復しとけ、1万。大きな嘘ついて、回復をエフィーナに頼むと。危ない。怖いわ。これ、よう見たらさ、嘘ついて SP 回復する対象に HP 払ったのこれ、よう見たら。マジで？モロハの剣みたいな感じになっとったんじゃ。気づかんかった。まあいいや。どんどん行け。攻撃力高いしなあかんけん。そのモロハの剣も作ったかな。使ったかなあかんところだったよ。あ、レオの、一番の方に攻撃来るなよ。アイテムない。ああ。とうとう、クッキーなくなった。ああ！レオ、とうとうレオやられた。さて、こっち、SP 回復できんけん、通常攻撃しかできん。ミスった。その上ミスった。あ、ダメだ。これ、おい、やられる。ああ。ブーエフィーだー血の惨劇や。レオレオ逃げろ。なんでブーああお前隊長さん。ブーなるほど、私の講義は聞かないか。一時退散しよう。でも、レオ。俺、いい。もうダメだ。え？本当にいいのか？いい。お嬢さん。やだ、待って。レオが犠牲になった。その後、副隊長さんたちと、あの場所に戻ってみたけど、あの二人もレオもいなくなっていた。まるで最初からそこに何もいなかったかのように。何もいなかったかのようにって何？大丈夫か？そろそろ隊長が来る。うん。聞いたの話だけどな。別の町であいつの姿を見たって報告も一応だがある。え？何度か生き流れた？だから。うん。パパ。バッドエン。こんなんで終わるか。すぐに許さぞじゃボケ。はい、レベル上げてきました。これで勝てるかな。やってみましょう。どんな攻撃方するんだったか。とりあえずスタンガンで本体。嘘つき本体。お前嘘つきやろう。お前、まあ、こんなことやるとやるからバカやろ。あとなんかあったっけ。たくさん火を吹くトリプルファイヤーで全体攻撃だ。エフィーナにあの小さな嘘をやらせるわけですよ。全体攻撃でもう一掃してやるんです。で、レオは完全に嘘つきを攻撃っていうパターンは変わらずですね。レベル上がった時に攻撃力上がったんですよ。あと防御力とかもう能力全体上がってますわ。
なんで今回こそトリプルファイヤーが切れてたファイヤーに切り替えて、まあ、全体攻撃する必要なくなったんでね、それは問題ないですわ。とにかくバンバン攻撃していくのみさ。これ SP 上がらんけどね、通常攻撃じゃ SP 上がらんのよね。もう小さな嘘、大きな嘘をついて SP を上げるというなかなか難しい作業ですわ。しかもそうしたらレオが HP 減るという恐ろしい事態に陥るわけです。それをうまく切り抜けて単体攻撃でどうかな、相手たくさんおるわけじゃないけど、それでいいようなキャンセル、こういうのが上がるんかな、全体攻撃の方が。いけるいける、もう HP 半分やった、レベル上げた甲斐があったわ。これはいけるぞ、バンバンいけ、バンバンいけ、勝てるぞ。 HP 結構減よるぞ、前回の戦いが薄かのごとく減よるぞ。しかも敵の攻撃そんなに食らってないぞ、どんどんいけ、どんどんガン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 。おいごめんおいごめん、あ、俺間違えたことしたんで、何か小さな嘘を連発しよった。まあいいやろ、よいしょよいしょ、とりあえずタンガンでぶつけて一挙やったら勝てそうな気がするな。これいけるわ、もう少しもう少し、400なんぼいける、勝てる、おしごめーおしごめー、タンガンなくなったけど、嘘なんか使わずにそのまま通常攻撃もいけそうやな。あーす、ビューティフォービューティフォー。オオカミエフィーナは泣いているぞ、全部食べてあげるから。レイチェル、え、誰お前、え、レイ、え、そうか、父さんはずっと秘密にしてたんだ。あ、これ過去変化で今の父さんだ。鼻歌歌ってる状態じゃないぞお前、うわ。ヴァンパイアは動物の血でも少しは大丈夫なんだろうか。はあ、僕にも少しは人の血が流れてるからな。レイチェル、昨日の夜人を襲ったのか。え、昨日の夜は寝てた。あれ、私寝てたよね、知るかボケ。そんなん自分でわからんかったら人もわからんわ。そうかい、いやなんでもない、きっと狼が町に入ってきてたんだ。レイチェルも気をつけないんだったね。え、あ、そうか、レイチェルが自分で父親を襲ったこと気づいてないんや。お兄ちゃん、いやごめんね、首を絞めてしまって、ちょっと変な気分だったんだ。実の妹やけど、狼やし、ヴァンパイアやし、殺しとった方がいいかもしれないな、みたいな、そんな迷いが生じたんやな。住人はあの一軒から、みんな逃げるように出て行ってしまった。そりゃそうや。町の周りの動物も飼い尽くしてしまった。やりすぎや。僕の血だけでは追いつかない。残りも少ない。どうすれば？人？旅人か？夜、つい居眠りをしてしまった。レイチェルが外に出ていた。あ、これ、旅人がレオで、そのレオが来てからの、何やったっけ、カロル視点、カロルやったっけ、キースか、キースやな。え、どっちやって、キースキースやな。それで見つけたのは、寝てるレイチェルと、人の死体なのかな。いつから嘘だと。まあ探偵だと偽って話を聞いたあたりには、それにお前は嘘吐くとき微笑むのが癖になってる、完全に詐欺師やん、詐欺師っつうかもうなんつうかメンタリストみたいなこと言い出した。そういう癖には気をつけた方がいいぜ。はあ、あなたも今の方が自然体で素敵ですよ。まあ疲れるからな、しかしすぐ見えるようなところに資料が置いてあったしな。お前はそうですね、誰かに舐めて欲しかったのかもしれません。そんなのをただの傲慢だと分かっていたのに、あの掟に抵抗があり、父も僕もレイチェルに手をつけることはできませんでした。しかしこの結果を見ればその掟は正しかったのでしょう。
しっかり償わないと、償わないといけませんね。この町も本当に空っぽになりますね。そういえばまた血濡れのようですが、僕の服でもよければお貸ししましょうか。いや、あいつらが起きる前に町を出たいんでな。助けに行ったらいきなり殴られた。隊長さん倒れたし。レイチェルちゃんめっちゃ怖いことになってる。めっちゃ血ついてる。この顔の血のつき方はもう死んどる人間みたいな感じやけど、レイチェルちゃん、ドラゴンだからな。何よ、もう怖かったし、なんなのよ。しかもクッキーの話もレビンが言ってたのと嘘じゃないのよ。とか言ってたけど、ウィウこと？ウィウことってなんだよ、レイチェルちゃん、国語力がなさすぎて変なこと言い出してる。さあ、何のことだろうな。そろそろ行くか。わあ、眠い。またあの道歩いていくの？嫌なら置いていく。嫌じゃないです嫌じゃないですいきなりの嫌じゃないです気をつけて、さよなら。そしてレオたちは魔女を後にしました。ねえ、おんぶしてよ。ひっ、ごめん。じゃんけんだ。じゃんけんに勝ったらいいぞ。うん。これもレオの、レオなりの優しさっていうでしょうか。わかった。行くぞ。じゃんけんポーン。勝ち負け教えて。最後に勝ち負け教えてくれんかな。ちょっと気になるんですけど。気になるんですけど、めっちゃ気になるんですけど。ライト。SE。小森平の使いようかな。いいなと、レオ。それは事件を止めることができた。若干、なんつうか、パッとしない終わり方ような気がするんだ。カロルだったっけ？キースだ。キースはこれからどうすればいいのだろう。キースは一人、街の中で生きていくのか。一人ぼっちで。いや、レイチェルもいるけど、それでも二人ぼっちで生きていくことになるのだろうか。そしてこの二人は大丈夫なのか、結局のところ。最後の方出てこなかったな。キースとレイチェル。この二人のヴァンパイアの伝説の話はここで幕を開ける。Thank you for playing。 これってマルチエンディングだったりするかな。だとしたらもっといいエンディングがあったかもしれないな。ねえ、次どこ行くの？そうだな。歩かなくても行ける場所がいいな。たくさん遊べるようなところがいいな。それが面白い場所。レオ、私がね、もっと頭が良くなったら、レオの嘘も食べてあげるね。まず文字を読めるようになってから、まず文字を読めるようになってから言えよ。えへへ。なんでそんなに楽しそうなんだ。エンド。勝ったんだな。レイチェル、じゃんけん勝ったんだな。てか、血吹けよ。血吹けよ、いや、そろそろ。いい加減、血吹けよ。ライド、to be continued。 なになこれ。あ、おまけ要素。BGM、サウンドテストってやつや。すごい、サウンドテストなんかあるフリーゲーム初めて見た。すごいな。これまでの画像集で、これ俺がカスタムサムネイルにやったやつがたくさんある。おお見たわ、全部見たわ。これすごいな。え、これこんなんあった？これ見てないえ、こんなんあったっけ？あ、これ見たわ。うん、見た見た。さっき、今さっき、バッドエンドはあったんじゃ。あの、負けた後のバッドエンド、こんな感じであったかな？覚えてないわ。とにかく、これがもう、今のがグッドエンドで、まあ一番いいエンドだったんじゃ。まあ、この辺はいいや。ああ。この要素どうするかな？おまけパートでもやってみようかな。うん。はい。じゃあとりあえず今回のパートはこの辺で。次のパートでこのおまけ見ていこうかなと思います。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。
仕上げ、ヴァンパイアの物語がここに終焉するぜ。やっとね、変わった。